ワデイカという楽隊か、皆さんこんにちは、チョン楽隊というでございます。私は、ただいまパッタヤにおります。で、今回の動画は、宿泊のホテルの紹介の動画になります。宿泊いたしますね、ホテルはこの後ろなんですけどね、A1 ロイヤルクルーズという、ホテルでございます。はい、このチャンネルは日本ではただの庶民、タイでは少し有名人、タイにとっての特別な日本人と、タイのマスコミで紹介されております私トヨが、日本の皆様にタイのことをよりよく知っていただくため、またタイ旅行の際の参考になればと思い、タイについての紹介をさせていただくチャンネルでございます。はい、では今回もよろしくお願いいたします。こちらがですね、A1 ロイヤルクルーズホテルの、入り口でございます。こう見るとね、まあ普通のホテルに見えるんですけども、おそらくもうパタヤにね、来たことある方ならね、目にしたことがあるんじゃないかと思います。ビーチロード沿いにありますね、船の形をねしたホテルなんですね。まあこれがそのね後ろ側なんで、こちらから見るとね、まあ結構普通に見えるんですけども、ビーチロード側から見るとまあもう一回見たらね忘れられないという、ホテルかと思います。今回ね私もここ初めて、宿泊しました。で、入り口はですねこちらになります。これはですね、ソイの2かな、ソイの2ですね確か。はい、でこちらには A1 ニューウィングホテルって書いてあるので、一応ねこれ別ホテルになるのかな。で、あとね、こちらはね、ソイ3に抜けられるんですけど、ソイ3の向かい側にもね、なんか別のね、A1 系の新しいホテルがございます。で、ただね、今、また後でね、映したいと思いますけどね、まあ昔はね、ビーチロード沿いからもう船が見えたんですけどね、今入り口のところに新しくレストランができまして、ちょっとね船がね見づらいんですね。はい、これがね中です。フロントですね。でやはりね船をイメージしてるせいか、この窓がねもう丸くなってるというのがね特徴ですね。はい、でこちらフロントを抜けまして、まあ、ここね階段があるんですね。一応スロープも作ってありますけど、階段を抜けると客室への、エレベーターがあります。このエレベーターはキーカードねかざさないとエレベーター、来ないようになってます。ここにはクリームカフェって書いてあるけど、なんか飲めるのかな。カウンターみたいなものはねちょっと見当たらないんですけどね。はい、でこちらね左に行ったところ、ここねザボートレストランって書いてありますけど、ここが朝食会場になります。6時から10時半だったかな、朝食ができます。私今回ね朝食なしで予約してしまったみたいで、朝食ありで予約したと思ってたんですけどね。で聞いたらね、まあもちろんお金払えばね朝食、食べることはできるんですけども、500バーツって言われたんで500バーツは今のレートだとね2000円ですからね、まあ、やめましたすみません、ね、朝食の内容とかも撮影したかったんですけど。はい、でここね、プールがございます。このね左側見ていただくと分かると思います。このね船の形をした建物でございます。で今、ここはね、ここが朝食会場のレストランですね。でもうね以前はねこの前のねビーチロード、通るとねこれもうこれ海ですね。
今車と、通ってるの見えると思いますけど、ここがビーチロードで、もうこのね道を通るとこのね船がねデデンってねもう見えてね、もう一目でわかるとこだったんですけども、この前にねこのなんだっけタットタココっていうのかな、この結構ね大きなレストランができまして、ちょっと船の形がね見づらくなってます。以前はねもうここもかなりね広いプールがあったんですけども、そのプールがね縮小されてしまいまして、でこの左側もこのそのファットココっていうのかな、ファットココという店になっちゃいましたね。はい、なんでもプールね、どのぐらいになったのかな、これ多分ね3分の1ぐらいとかになっちゃったんじゃないかな、と思います。でちょっとそちらの方面、見てみましょうか。はい、こちらがプールですね。でこの裏がですねそのレストランになってしまったんです。かなり広いレストランですよ。以前はねこの辺もねプールだったんですよね。でプールでこのねこの上もまあちょっといい雰囲気のレストランですけど、まあ、この建物もなかったのでもう道通ってたらね船がもう見えたんですけどね。はい、でこちらは昼はね、ここからビーチに出られます。まだ朝で閉まってるので、あこの店がやってる時間だけ出られるところが11時からね夜の11時まで。この先はねもう海ですね。はい、ではね今回私が宿泊してますのは7階なんですけどもね、エレベーターを出るとこういうね吹き抜けになっています。あの下に見えるの何階なのかな、あれ1階なのかな、いや1階じゃないな、ロビーあのフロントのある階ではないですね。3階かな、3階ぐらいにあんなところが今知りました。でね7階から見た景色はこんな感じでございます。はい、本日宿泊いたしますお部屋でございます。今ねベルボーイの方に荷物を持ってきていただきました。ベッドがあります。こっちねここの奥シャワーなんですけど、なんか うっすら見えるなうっすら見えますね。はい、ベッドの横にこちらコンセントが設置されています。なんといってもねこれですよね、まあこの建物自体がねあの船をかたどった建物で、まあ、非常にね特徴的。一度ねパタヤに来られたことがある方はもうね一度見たら忘れないと思いますけどね、この辺に、まあ、電気のスイッチ類があるのか。はい、ここもね結構古いと思うんですけど、あのすごい綺麗に、リノベーションされてますね。この下はまあ何もない戸棚があります。何に使えば有効に使えばこのね台が非常にね役に立ちそうですけど、まあ、テーブル自体はね向こうにもありますんでね
ですね、まあ、荷物置きの台、はい、水これ水 A1 専用のやつがありますね、はい、あ、こちら無料のコーヒー紅茶。お、これはこれなんだ、コーヒーをこれでなんか作れるのかな、なんでしょうかね、こっちにもあるし、こっちにもあるし、なんかおしゃれなものが作れそうな、はい、冷蔵庫は何も入ってません。で、こちら、クローゼット、バスローブあります、ハンガーは7つ、なぜ奇数なのかはわからないですけど、とセーフティーボックスですね、まあ、ここは何もないです。洗濯用の申し込み書が書いてあります。シャツ140バーツ、まあ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 結構高いですね、はい、まあ、ホテルなんで、はい。で、今ですね、ここ、7階の1706っていうところなんですけど、比較的海に近い方なので、あ、海見えますね。レストランとかなのかな、はい、まあ、こんなところですね、はい、こちらがね、本日宿泊しますお部屋でございます、はい、ではこちらがね、バスルームですね、トイレ、水洗のトイレ、シャワー、あれはついてないですね、ウォシュレットは。で、右側にシャワーですね、はい、バスタブはついてないんですけど、これスペース的にバスタブあったのかな、前、いや、バスタブがあったらちょっと狭いかな、これ。はい、で、こちらが、洗面台ですね、ドライヤーがあって、これは何だろう、石鹸か。で、あとね、いろいろと、アメニティがついてますね。歯ブラシ、ヒゲ剃りもありますね。はい、タオルはハンドタオルと、フェイスタオル、バスタオルがついてます。はい、今これからですね、バスターミナルに移動するんですけど、ここはね、ちょっとね、村長がなかなか来ないんで、これでセカンドロードのところまで送ってもらいます。